皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。2024年7月28日、日曜日、埼玉スーパーアリーナのスタジアムバージョンに4万8117人、満員の観客を動員した超雷神3のメインイベントで、朝倉未来、ジャパントップチーム、お 1R2 分18秒、左の強打で TKO に下した平本蓮、ボ機会、が、 9月2日月曜日の夕方以降に記者会見を行うことが分かった写真朝倉未来と立ち会う平本蓮来人主催ではなく平本蓮個人による今回の会見には平本の他に弁護士2名が出席予定平本と朝倉は超来人3で来人 LMS ラストマンスタンディング王座決定戦でタイトルマッチを争っていたため ドラッグテストの結果公表が義務付けられており、SNS を中心に平本にはドーピング疑惑がかけられていた。ドラッグテストの結果について、来人の坂木原 CEO は8月31日、ドーピングの検査結果を踏まえて、来週後半までには記者会見を必ず実施します。時間がかかっていますが、今しばらくお待ちください、と投稿していた。 会見で平本がどんな発表をするのか注目される。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。